まるでそこだけ空気が違うみたいだった。国立魔法大学附属第一高校2095年度入学試験トップの成績を収めたのは彼女、千葉美雪さん。魔法、このおとぎ話の産物は21世紀初頭に現実の技術として体系化されて、世界各国は魔法師の育成に競って取り組み、この日本でも9校の魔法科高校が設置されていた。しかし国立魔法大学附属第一高校、今日から私たちが通う学校には入学の時点から優等生と劣等生が存在する。でもそんなの納得できません。魔法科高校の優等生、2021年7月放送開始です。これからよろしくね、ほのか、しずく。